切り抜きスタッフをやっていただいている方の特典として優先して添削をさせていただきますというのをつけているんで、もうそちらでいただいた添削をやらせていただきたいと思うんですが、いい感じの画像を送ってくれたんでやろうと思います。こちらです。タン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 、紙に印刷してやらせていただきます。こんな感じの画像ですね。添削希望を出させていただきます。詳しくは2枚目の上から見た図に書かせていただいていますが、特に背景のパースを添削していただきたいですということでですね、見ていきたいんですが、こうやって背景が書いてある絵をその何がちょうどいいって、室内パースの書き方が分かりませんというご質問がちょうど来ていたんで、それも合わせて見ていきたいと思います。じゃあ見ていきましょうか。詳しくは2枚目を見ていただきたいということで、2枚目がこちらでございます。上から見た図です。背景をパースに乗せるのがうまくいかず、特にこのようなパースに対して斜めに配置してあるものの書き方が分かりません。添削のほどよろしくお願いしますということですね。あ、パッと見の印象どうでしょうか。どこが変とかありますか。さあどうでしょうか。まずこういう部屋だとね、うん、なるほどなるほど。ここに人がいて、ドアの向こうから覗いておりますと、ここからカメラが撮っていて、ここに人が座ってて、この人がこっちを見ているというわけですね、という感じの絵になっておりますが、まあまあちょっと見てみましょうか。まずこの縦パースがこういう感じで入ってるのかな。縦パースはほぼ平行に入ってると考えていいんでしょう。こういうのの方がアニメの実際のレイアウトの修正に近い感じもありますね。で、ちょっと空間の水平垂直だけ先に見させていただいて、本当はこう下に向かってパースが集まってた方がかっこいい気もしますが、でもまあ今回は平行パースでいいでしょう。まず見ていただきたいのはアイレベルがどこかってことなんですが、これ難しいところなんですね。キャラクターの設定が本当はあるんでしょうけど、この人が背が小さい人なんでしょうね、おそらく。で、この人がいて、この人がいるんですが、だからこの人が一体身長がどれぐらいかわからないので、憶測でいきますけど、座った人っていうのは、頭の位置っていうのが、椅子の高さにもよっちゃうけど、立った人が胸から肩の間ぐらいにおそらく来ると思うんですよ。でも、この人が若干この、女の人より背が高いって考えて、ちょうどこの頭の位置ぐらいがハイレベルにしましょうか。さあじゃあ何がおかしいのか見ていきましょう。皆さんも空間を描くときにね、なかなか難しい人も多いじゃないですか。特にこの方はですが、この四角い部屋に斜めのものが置いてあったときに、どういう角度で描いていいのかわかんないというお悩みがあるようなので、そこも合わせて見ていきたいと思うのですが、まあハイレベルがだいたいこの辺だということがわかりましたね。この理屈は分かりましたよね。アイレベルがここっていうことはね、今説明しましたがどうでしょうか。分かったり分かんなかったりすると思いますが、まあ見返してください。まず壁面を考えようか。ここね、ここが壁のとこでしょ。これに対しておお、だからまあソファーの角度この辺かな。じゃあ消失点はこの辺ってことにします。違うな。なんで違うかっていうとですね、この椅子あるでしょ。この椅子がここにこうあるじゃないですか。そうすると、ここのラインが壁だとすると、でもここにカメラがあるからな。この椅子の真ん中だからここか。ここだよね。これ書いてあった。親切に消失点は。ここですよってさ、書いてありましたね。だからここなんでしょ。きっとね。ちょっと間違えちゃいましたね。そうなってくると、ここのテレビの前ぐらいの位置にソファーが来ているんですが、おそらくソファーの位置はせいぜいこの辺かな。そうすると、この辺に本来部屋の空間がこうあるじゃないですか。これがドア。で、これ床ね。で、これ壁。これドアのとこ。なんで、これだとここがドアのとこで壁があって、こっちに壁があるから、この壁に対して、これがこれぐらいだから、1,2,3,4倍ぐらいと、これに対してね、1,2,3,4この辺このくらいかな。この比率でいくとね、だからこの辺に壁があるんでしょう。そしてここが消失点になるので、この部屋はこれぐらいの広がりだということでね、今度床面見ていきましょう。ソファーが本来ここにこうあるわけです。だからこんぐらいかなってなると、ここからこうやって
てソファーが生えているって考えるとこの人の位置の具合が悪いなって気はするんですが、キャラクターに合わせましょう。座面がどうしてもおかしく見えちゃうな。こっからソファーがあるってなると本来ならこれぐらいの高さで書かなきゃいけないはずなんですが、まあこれぐらいで書いてあるので、ここがソファーになってくるから、このソファーの高さがどんぐらいかわかりませんが、このドアの入り口からソファーの足元までの距離がだいぶ空いちゃうんですよね。これだとこんぐらいじゃないですか。テレビにかかるぐらいのところにソファーがあるんだけど、これだとこの辺が座面のつく位置になっちゃうんで、これはまず一つ空間的に矛盾してますね。まあ若干空間が間延びしてるっていうことも表現としてよくあります。じゃあここにお尻がついてるとして、これでどうですかね。つまりここの部分が後ろが空いている部分、そしてこっからここまでは何もない空間という考え方になっております。これぐらいに対してこっちはこれぐらい空間が空いてしまっている、空間として矛盾はしてますが、まあそこはいいでしょう。本当は良くないんですよ。そこはがっつり直すところなんですが、なるべく元の絵を生かして描きたいんでね。問題はこのテレビの描き方がわかんない。で、ここに大ヒントがありますよね。真上から見た時にここにこうあるんだから、これが寝た時にまず接地面がこうあるっていうさ。まずはこことここの長さの四角を描きますと。ドアの入り口からここまでがこれぐらい空いてるから、何ぐらいですかね。でまず設置してる地面と設置してる面、そしてここの三角形がこう空いてるでしょ。ここの三角形ね、ここがこう空いてると、まあこういう感じで空間を見てあげるんですね。そしてこっちにね、消失点が1個もう1個、これは二点透視図法になるので、こっちとこっちの空間に消失点がありますというふうに考えてください。なんでこのテレビ台のこっちの奥行きのパースはこんぐらいかな。このパースのハイレベルとパース線の収束点に向かってこれもパース線がつくと、こういう感じで斜めに配置してあるものは考えると分かりやすいんじゃないでしょうか。こんな感じでテレビ台があるというところなんですね。これテレビの真ん中よりテレビが前にありますよっていうことを書いていただいておりますが、ここに机の幅より若干狭いぐらいの大きさのテレビが乗っていて、これもこっちに向かう面はこっちの新しく取った消失点の方に向かうと、奥行きに関してはだいぶ薄いテレビなんでこんなもんすか。最近のテレビはベゼルも狭いのでぐらいのサイズじゃないですかね。うん、ということで、あとテーブル、この絵の最大の欠点はテーブルですね。テーブルのパースがこの俯瞰図を見ると椅子とテーブルは平行になってなきゃいけないのに、こっちを見ると椅子の消失点とテーブルの向かっている消失点が点で違う方向にあると。平行に置いてあるものであれば消失点は必ず一緒の位置に書かなきゃいけないんですよね。反対側は空いてるとはいえ、ここが足元だからだいぶテーブル高いな。これだとこのソファーの位置に比べてテーブルが超いいと高すぎるので、このぐらいの高さにしときましょう。コップがあって奥がこんぐらい壁から空いてんな。壁からテーブルまでの距離がここだから、この辺まであんのかなって考えるとだいぶテーブル長くなんな。まあ、このままちょっと書いてみましょうか。椅子のこの幅の2倍ないぐらいだもんね。測ってみましょうか。5センチ10センチ、やっぱこのぐらいか。この辺にしましょうか。でもここの床のラインとテーブルのラインが被っちゃうと立体感がちょっと損なっちゃうんで若干ずらしておきましょう。ここは線が重ならないようにしないと立体がごちゃごちゃしちゃうんで、そこは気をつけてください。ここの壁面の線とここはなるべくずらしてあげてください。んー、テーブルがやっぱ近いか。そうだよね、テーブル近くしすぎたな。一応ここ隙間が空いてるんでテーブル離します。だからテーブルが広く見えるんだな。こんぐらいにしましょうか。ちょいと離れてもらいました、テーブルさんね。ドアね、これもよくあるあるなんですけど、この手すりがね、もうちょい下かな。自分の家の手すりちょっと見てみてください。ただ、まあ、やっぱここの空間がちょっとこの絵に対して広すぎるな。テレビからテーブルの距離こんなもんですからね。なんで本当はもっと奥のこれが近いか、この人がもっと壁沿いにいなきゃいけない。とにかくこの距離が広すぎるっていうのが一つ弱点ですね。これちょっとコップの位置
見てわかりますけど、この上のアイレベルに近い面の方がね、楕円が広くなっちゃってるのはおかしいんで、アイレベルがあるじゃないですか。これに対して近ければ近いほど楕円は見える面が狭い、下に行けば行くほど見える面が大きくなるっていうのが普通の考え方なんで、これが付け方がね逆かな。ここにこうコップがあったとしたら、まずこう書いてあげてね、この平面で書いてあげて、これに対して上の面の見え方がこれぐらいだったら下の面をちょっと広く取ってあげるぐらいの意識で書いてあげたらいいんじゃないでしょうか。これでだいたい土台は完成しました。まあ、これにディティールを足してあげれば出来上がりなんですが、ディティールはまあご自由にというところでございます。考え方としてはね、こういう感じでパースを書くときは、まずこうやって上から見た俯瞰図でどこに何が配置してるっていうのを書いていただいてるんで、これに合わせて空間を取ったときに地面にまずそれを置いてみるというふうにやっていただけるとより分かりやすいんじゃないでしょうか。斜めに置いてあるものはこの地面に対してまず床にどう設置しているのかっていうのを書いて、それに基づいて消失点を出してあげるというふうにするとより分かりやすいと思います。なんでこの絵はこんな感じ。やっぱりちょっと空間がこうしてみるとおかしく見えるんですが、まあキャラクター自体はお顔立ちとディティールに関してはしっかり描けているんで、そこはいいと思います。あとはやっぱり空間にちゃんとキャラクターを乗せるってとこですよね。なんですいません、厳しい言い方をしてしまうと、これがもしレイアウトで上がってきた場合はオール描き直しということになりますのでお気をつけください。なんでね、アニメ業界入ってくるときにディティールはうまく描けますと自信満々でね、キャラクター僕うまいですよって入ってくる人も多いんですが、まあ実際レアと切ってもらうとこういう事態が起こって作家さんが全部書き直すということが横行しているのが現状でございますということでございますが、まあそこはしょうがない。まだ若い方なんで、これからぜひその辺を学んでいっていただきたいと思います。なのでディティールもね大事なんですが、空間にしっかり物が配置できるっていう能力も勉強していただきたいと思います。一見うまく見えるんですけどね、やっぱりアニメ屋さんから見るとどうしても使えないレイアウトっていう判断になっちゃうんですよね。逆にディティールを書き込んでくれてる分ちょっともったいないなっていうことですよね。ということでよろしいでしょうかね。まあまあ理解していただいたかと思いますので、ぜひご参考になさってください。どうもご視聴ありがとうございました。それではまた。